こんにちは、理科領域専攻です。理科領域では理科教育、物理、科学、生物、地学の5つの分野に分かれています。それぞれの分野では一体どのような学習を行っているのでしょうか。早速見ていきましょう。理科教育。理科教育分野では学生たちが興味のある分野や不思議な現象について探求し、好奇心をくすぐられる楽しい実験を行っています。理科教育の魅力とは何ですか？バナナの皮が滑ることはよく知られています。イグノーベル賞を取った自然科学の研究です。ではこれを教材として使った時にどのような資質、能力が伸ばせるのか、教科書で使われている題材ではないので誰も知りません。理科領域専攻では自然科学、理科教育について未知を解き明かし、探究、研究の面白さについて気づいてほしいです。物理分野では学生同士の活発な議論を通し、小中学校で学んできた内容についてより高度な視点から理解を深める実験を行っています。すごい短時間で一気に力が上がるのかな。異なる意見でもどこでつまずいている可能性があるのかということを教師は知った上で支援ができる、より適切な支援ができると考えるね。科学分野では試薬や実験器具を実際に扱いながら、さまざまな物質の特徴や性質を学んでいく実践的な実験を行っています。失礼します。この研究室ではどういった研究をされているんでしょうか？はい、私たちの研究室では液膜輸送という金属を溶液から分離する方法の研究を行っています。これにより金属の再利用がしやすくなります。ぜひ科学を一緒に研究しましょう。生物分野では学内で採集した植物や昆虫を顕微鏡を使って観察するなど、大学の自然を活用した実験を行っています。私は花の色素のアントシアニンに酸性中性アルカリ性の物質を合成して花の色の変化を実験します。はい、僕たちはトノサマガエルの胎児行動についての実験をしています。カエル飼ってます。はい、僕たちはリボンベジタブル再生野菜の細胞をしています。野菜育ってます。地学分野では屋内だけにとどまらず、地層の観察や天体観測など実際に外に出るフィールドワーク形式の実験も行っています。ぜひ教育大に来てください。せーの、チャッチャッチャーと。皆さんいかがでしたか？理科領域専攻では皆さんのご入学をお待ちしています。来てねー。